したいんですけど。バックスクワットってした方がいい。これみんな何時までですか？このクラスは12時で、11時45分ぐらい。やっぱトレーニングこれもしないと衰えちゃうじゃないですか。何が衰えるんですか？試合前なのに何で紐使うんですか？試合近いのに。手が痛いんです。はい。今日ボックスでやりたいんで、ボックスはもう手の痛さもろに感じるんで。ボックスの方が手痛い。ボックスの方が手痛いっすね。スナッチ？まあスナッチもジャークも基本素手でしあんまやったことないっすね。手首こうなったらダメじゃないですか？え、なんで？こうなって、もう強い人絶対になんないです。でもなんか、ここら辺でもう手首返ってるようにはずっとこう下向けてる意識。この時で前腕入っちゃうんすね。あ、こう、これは良くなる。俺が言ってるのはこう、こう、こう。あ、これはもうどっちでも終わりじゃないですか。でも下手な人こうなるじゃん。わかる？こういっちゃうから。そう。いや、それ下手な人やなかなか振り回さない人っす。ベンチプレスみたいなスナッチする人でしょ。振り回すの怖いから多分こうなるんですでやるときは結構ドリブルポイント意識してる。セカンド強いですかね。あとはセカンドに持ってくる姿勢が崩れないまま
だいたい膝を超えてるあたりでみんな崩れて、セカンドのパワーも一緒に落ちていくんで、姿勢ができたまま弾けるから、まあ、本来のセカンドで蹴れるみたいな感じになってるんです。多分めっちゃ考えてる。今日はもう30でセット練習。え、ベストが160。膝上？床からは153？全日本の時の3でした。2か3です。腕が腐ってるってことですか？
ああ。